こんにちは、ナチュベジウィル敦子です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は大地圃場の作業をしています。今日はですね、スナップエンドウ、キヌサヤのね、畝があります。こちらのね、支柱を立てていこうと思います。均等に立てるためにね、まず補足をします。 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、19歩なので20だとして、1、2、3、どうしようかな、20、4、5、20でいいかな。4歩で1本立てようかな。どんな感じかな、4本って。1、2、3、4、こんなもんですね。4歩で1本立てていこうと思います。そしたらね、斜めのね、線をね、入れていきます。斜めの線って何っていうと、やっぱりね、こう作物が、こう豆が育ってくると重くなりますよね。だからね、こうね、斜めにね、どんどんこうね、引っ張られていっちゃうんですね。なのでね、その引っ張り防止でこう支えてあげるものをね、1本入れてあげます。トマトなんかはね、もっと重くなるんで、こうね、2本入れてあげます。豆だったらね、まあ1本でいいかなっていうところで、よいしょ、入った入った。で、ここね、あんまりね、通路から出しちゃうと往来にね、危ないんで、なるべくこう、このくらいかな、引っかかっちゃうんでね。だいたいね、お隣と同じ感じにしてあげるとね、綺麗に仕上がりますよね。はい、こんな感じね。じゃあ向こうも行ってきます。そしたらこれをね、固定します。2周ぐらいしたら、こう間に入れてあげて、こうするとね、ぐっと締まるんですね。で、結んであげるといいと思いますよ。ちょっとこれ長かったね、紐がね。まあ問題ないです、こんな感じ。こういうふうにかけて何回か巻きつけたら、こうね、真ん中を割ってあげる感じ。こうするとね、ギュッと締まるんでね。で、結んであげるといいと思います。これで OK。こんな感じでね、ネットを張る準備できました。でね、この畝がですね、15メートルより長くはならないように統一しております。っていうのもね、資材の関係ですね。ネットなんか使い回したりするものを、みんな同じサイズで切っておくと、次使う時にね、使いやすいですので、そんな感じでうちはやっています。で、今度ね、ネット買ってくる時も、あ、うちの畝は15メートルだからって言って、多分ね、18メートルとかっていうサイズかな、それをね、買ってきて、貼ることになると思います。そんな感じで、自分たちでも分かりやすいように工夫をしております。はい、それではね、今日の作業はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。